皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日は料理教室のレッスン内容はスケジュールなどはどう決めるということについてお伝えしていきたいと思います。料理教室を運営する場合にですね、レッスン内容とかスケジュールとか、レッスン料っていうのを決めていく必要があるんですけれども、初めてそれを取り組む場合にはどうやって決めていったらいいのだろうっていうことをそもそも迷ってしまう方とかも結構多いと思いますので、こちらでは、そのレッスン内容、スケジュール、レッスン料を決めるポイントについてご紹介していきたいと思います。まずですね、レッスン内容に関してはコンセプトに非常に連動するんですけれども、やはりどこの教室に行ってもないようなオリジナルなレッスンを作ることができると集客がしやすいです。自分の持っている知識、技能を掛け合わせたりということで、自分だけのオリジナルなものを作ることができると大手教室とも戦うことができます。大手教室の良さは全国どこに行っても均一で同じものが習えるっていう良さがある反面、同じなのでオリジナリティが出せないんですよね。なので、個人の先生がやる場合には個人の先生がやるからこういうものが出せる、こういうものができるよっていうのが一番大きな違いになりますので、自分だけっていうレッスン内容を作っていくというのが一つの大きなポイントになっていくと思います。そして、スケジュールですね。スケジュールはやはり呼びたい、来てほしい生徒さんの顧客属性によってスケジュールの組み方が変わります。例えば30代と50代では1日の過ごすタイムプランが変わってきますし、どの世代を呼びたいかによって価格設定とかも、変わってきちゃったりするんですね。だけどまずはその日程ということで言うと、提供する時間とかあとは曜日とかが変わってきます。子どもが学校行っている間に参加するスケジュールにする、参加できるスケジュールにするのか、そんなのは関係なくどこでもいつでも動けるような人を集めるのかによって、時間が変わります。あと夏休みとか春休みとかお子さんのスケジュールによって変動してしまうような層を集めてしまうということにする場合には、その方に合わせた、スケジューリングにしないと参加される率が減ってしまうので、どの層を呼びたいのかということでスケジューリングというのも当然考えなくてはいけない要素の一つになってきます。あとレッスン料ですね。レッスン料は、仕事としてきちんとやっていきたいのであれば、近隣教室の価格は調べる必要はあるんですけれども、あくまでも参考レベルになります。周りがその値段だからといってその値段に合わせてしまうと、共倒れみたいな金額になっちゃう時とかもあるんですね。往々にして趣味でやってる方が多いので安いケースが多いです。だから、レッスンを受けたいと思う人、遠くても来てくれる人、それだから来たい人っていう適正な価格、収益ベースで考える必要があるので、ここ結構大事な重要なポイントの一つになってきます。であと運営に関してなんですけど、教室っていうのは開いたら終わりなのではなく、継続できるかどうかっていうところが一つ大きなポイントになります。一過性のものではないんですね。そうすると何が大事になってくるかっていうと、実践力と継続力、これ両方大事になります。なので新しい取り組みを常にして新鮮なものをお届けするっていう、これ実践力になりますね。あとは継続力っていうのは、例えばブログの発信とか Facebook の発信とか Instagram 何でもいいんですけれども、発信し続けるっていうことができない先生はやはり続いていかないです。でその時に同時に料金設定とかですね、やっていかないと収益が残らないと結局やめることになってしまう形になるので、実践力と継続力はベースになるんですが、収益化、そのモデルをきちんと組むことが、運営をスムーズにするコツということになります。なので、教室運営をスムーズにやっていくコツっていうのは、そういった点も含め合わせて継続的に、経営できることを目標にやっていくということが必要になりますので、こちらもぜひご一報ください。それでは。